株式会社サイカヤは、神奈川県川崎市川崎区に本社を置く百貨店とファッションビルを運営する企業。日本百貨店協会加盟。本社所在地は、神奈川県川崎市川崎区西新町一番地で、あるが、本店の事務は横須賀店所在地にて行っているとしている。経営企画部広報担当と総務部の主外局番は046となっており、横須賀店と同じである。 2008年から京浜急行電鉄が主要株主となり、2010年からは京急百貨店と業務提携を開始したが、京急グループには属さない。西賀屋は2021年4月16日、静岡県に本社がある健康食品会社 AFCHD、アムスライフサイエンスの連結市会社になることを発表した。西賀州の末裔とされる岡本風評絵が、 幕末の1867年6月に西浦賀の高砂屋五福店のデッチ奉公から独立して25両の貯蓄を元手に五福店を開いたのが始まりである。海軍の基地設置で繁栄し始めた横須賀の将来性を見込んで妻の兄、石渡次郎衛門が横須賀の磯崎に所有していた長屋の一角に1872年10月に西開や五福店を開業し、 浦賀の店舗を妹に譲って、横須賀での営業に専念した。こうして、浦賀の店を完全に分離したことなどもあり、西賀屋の歴史は、この横須賀での開業から始まることとされているが、横須賀店の開店当初は、浦賀店との商品の交流も非常に多かったため、店員などが重い荷物を背負って1日に往復したとの話も残っている。1878年に、 最初の店舗に近い磯崎に店を新築したものの2年、足らずで火災で消失したため、新たに土蔵造り2階建てで建て直して復興させた。1905年10月に創業者岡本風評営が死去した際に、息子の聖二郎が先に死亡していたため、店舗などの財産は、当時9歳だった孫の岡本風雪助が引き継ぎ、実際の事業の運営は支配人。 長島縁吉が引き継いで、持続、発展させた。1912年に支配人の長島縁吉が、救世したため、岡本風雪助は1913年の中学校4年生に、新旧時に退学して、店の運営に専念し、事業の維持、発展に努めることになった。1920年に、横須賀海軍交渉のガントリークレーに延長に、 伴う立ち抜きで2年前に建てたばかりの店舗からの移転を余儀なくされ、朝日町の大中五福店跡に移転し、朝日町通りから土ブ板通りまで通り抜けができる奥行き約26軒、間口約8軒の店舗を構えた。この通り抜けられる店構えが市民に受けて評価が高まったと言われている。百二十三年九月一日に起きた関東大震災で店舗が全焼し、 商品を含めて、当時の額で約40万円もの被害を受けた。このため、当分の間は、店員の給与を半額とするなどの対応を盛り込んだ、復興後可燃計画を立てて、大滝町15番地に焼けた途端板などの廃材を、使って、バラックの仮店舗を建設して、復興に向けて、第一歩を踏み出し、復興計画を予定よりも早く達成した。 復興の成功を受けて1928年3月1日、従来の合名会社を改組して、資本金50万円の株式会社再開屋を設立した。店と顧客の一体化を目指して、雑貨屋桃副会を発足し、会員に1人10株を割り当てて創業家の岡本家と店員のほかも、株式を保有する制度を導入した。10月3日に、 木骨鉄筋コンクリート作り3階建て約430坪の店舗が完成して百貨店化し連日多数の客を集めた。1930年10月に旧横須賀郵便局を改造して別館の特用品市場を設置し、1931年3月に均一価格店の最下や10銭ストアを現在の富士菓子店の位置に開設するなど、 事業の拡大を続けた。1956年4月3日に、株式会社サイカヤの関連会社だった、株式会社川崎サイカヤが、川崎市小川町一番地に、鉄骨鉄筋コンクリート作り地下1階地上3階で、延べ床面積4926平方メートルで、売り場面積4021平方メートルの百貨店を開業、大天下に乗り出した。 1965年4月28日に別の関連会社の株式会社藤沢彩華屋が神奈川県藤沢市の藤沢駅北口に百貨店を開業。1967年11月に川崎彩華屋が東京都町田市の町田駅前に鉄骨鉄筋コンクリート作り地下2階地上4階建てで延べ床面積1万1472。 平方メートルの百貨店を開業して、町田支店とし、1970年10月に、鉄骨鉄筋コンクリート作り地下1階地上6階建てで、延べ床面積3686平方メートルで、売り場面積26516平方メートルの茅ヶ崎支店を開業するなど、神奈川県内と周辺で多点化を進めていった。1966年7月に、 株式会社サイカヤの百貨店部門を分割して株式会社横須賀イカヤを新たに設立株式会社サイカヤはサイカヤ不動産株式会社に称号を変更して店舗の不動産の賃貸などを行う不動産会社になり1969年5月に川崎サイカヤの称号を株式会社サイカヤに変更して9月に株式会社横須賀イカヤと 株式会社藤沢西茅屋の2社を合併し、百貨店事業の運営会社を一本化した。川崎店を1964年11月に、延べ床面積2万1732平方メートルで、売り場面積1万5591平方メートルに、1973年11月に、延べ床面積3万3994平方メートルで、 売り場面積22,118平方メートルに増床し、横須賀店も1974年4月に、延べ床面積21,922平方メートルで、売り場面積14,761平方メートルに、藤沢店も9月に、延べ床面積22,3742平方メートルで、売り場面積14,129。 平方メートルに増床するなど主要店舗の増床を進めて競争力の強化と売上拡大を図った。その一方で、1976年10月に町田店を専門店ビル化してジョルナへ業態転換し、1974年9月の藤沢店増床時に茅ヶ崎店の事業を統合する形で同店を閉店するなど店舗網の再編も並行して、 進められた。藤沢店は、藤沢市が進めていた、再開発ビルへの高島屋の招致が、地元の根強い反対で実現しなかったため代わりに、当社が1978年6月12日に、藤沢駅北口の原店舗を三越との合弁で出店する計画が、確定し、1978年11月22日に、 株式会社藤沢西貨屋が新店舗での営業を開始して、藤沢の店舗は再び別法人での営業へ移行するとともに、店舗の規模を拡大させた。そして、9店舗後に出店した丸い藤沢店の地下1階に、食料品専門店の藤沢マーケット店を開店させるなど、店舗のスクラップビルドも進め、さらに1990年3月に、 横須賀天津館を開業して、延べ床面積28,259平方メートルで、売り場面積26,714平方メートルに増床し、10月にレストラン街やホールなどの各種サービス施設の入った南館を開業して三館体制に移行するなど主要店舗の拡大、発展を図った。さらに1996年に藤沢駅北口の土地を、 埼下や不動産株式会社が取得して再開発構想の中核施設として9000平方メートルの敷地に藤沢店と競合しないタイプの複合商業施設を建設して店舗周辺の集客力をアップさせる構想も進められていた。地域の活性化があってこそ最下やの発展があるとの観点から2008年4月時点で店舗を展開している。 横須賀市と藤沢市と川崎市の各々の商工会議所の活性化プロジェクトなどにも社長自ら関与するなど地域密着の営業活動を展開していた。郊外型のショッピングセンターとの競合やバブル崩壊後の百貨店売り上げの低迷を受けてそれまでの設備投資に見合う収益の確保が困難な状況が続いてきたところにさらに リーマンショックが重なって一段と消費が落ち込んだことから2008年12月に川崎店と横須賀店の近くを通る路線を持つ京浜急行電鉄に第三者割り当て増資を行って資本業務提携して再建に乗り出した。しかし2009年2月期連結決算で売上高約688億円で純損失約26億円。 有利支付債が約270億円で債務超過となったため、8月4日に事業再生実務課協会に事業再生 ADR による再建の申請を行って自主再建の断念に追い込まれた。この再建策の一環として、親会社でルーツとなった企業でもある債化や不動産株式会社が解散・生産するとともに、 創業者一族の持ち株も資材提供の形で、負債返済の一部に充てられることになった。そのため、同社が進めてきた藤沢駅北口のショッピングセンター構想からも撤退し、引き続き百貨店の営業を続ける横須賀天津館と付属施設として使用し続ける同店の南館北建を2010年2月25日に当社が取得するなど、 同社関連の不動産の処理が進められた。その他に当社が保有していた川崎店の不動産も2009年12月9日に約76億円で不動産投資を行っている MM 投資組合へ売却してリースバックして営業を続ける契約を結んだことを発表され、2010年3月19日に正式に譲渡された。 三店舗の中で最も不振が深刻だった。横須賀店は合理化のためかつての本館だった。大通館を2010年5月11日に閉鎖して、新館に売り場の集約が図られ、同店を含む百貨店として事業を存続する店舗に各種の専門店を導入して集客力の拡大とテナント収入の確保を目指すことになった。そうした。 専門店招致の一環として2010年5月に、川崎店に洋服の坂膳を導入したのを皮切りに、手芸用品店の湯沢屋が7月に、川崎店、2011年5月27日に横須賀店に開店して、来店客数の増加と賃料による収益の安定的な増加の両立を図っている。その他にも、経営合理化の一環として2010年4月末に、 川崎店の外商が廃止され、5月から横須賀店も外商を大幅に縮小して、代わりに両店に外商顧客の来店を促すために6月1日に川崎店、同月9日に横須賀店に外商カードを持つ顧客向けのサロンを開設して、コンシェルジュが店内での買い物をサポートする仕組みを導入した。外商に代わる。 店頭以外の販売手段として2011年2月14日に生鮮食料品など約800品目を午前9時までに発注すれば神奈川県内全域に即日配達するサイトを立ち上げるなどインターネットでの販売力強化も図っている。2010年2月1日に横浜銀行を中心とする7取引業が約26億円の債務免除に応じるとともに 横浜銀行が約7億円の第三者割当増資を引き受けて債務の株式化を行うなど総額約33億円の金融支援が行われることや従業員の約30%に当たる当たる200人の希望退職者募集を行うことなどを盛り込んだ事業再生計画が成立したこの事業再生計画の成立に伴い 岡本康秀社長が3月23日の臨時株主総会後に退任して藤沢店店長の岡本洋蔵が新社長に就任した。こうした再検索に伴う特別損失として不動産の売却損失約25.39億円や構造改善費用約17.29億円などを計上したため2010年2月期連結決算で 純損失約106.33億円となったが、人件費などの経費削減が走行し、2011年2月期連結決算で、純利益約76.68億円と4期ぶりの黒字転換を実現して、有利子負債も約175億円まで圧縮された。しかし、2011年3月11日に発生した東日本大震災の影響で、 東京電力による計画停電の対象地区に全店舗が入るなどして売り上げが計画を10%ほど下回る状況に陥ったため5月20日に債務弁債の2年間猶予について金融機関から同意を得ている2010年10月1日からは当社の新しい主要株主の京浜急行電鉄の子会社京急百貨店と相互に オリジナル商品を供給し合う業務提携を始めたほか IC カード乗車券パスもを利用できるようにするなど、京急グループとの提携強化による業績改善にも取り組んでいる。2011年5月に横須賀店が地元の老人ホームと提携してホームが運行する送迎バスに駐車場を無償提供して老人ホーム入居者の定期的な来店を流したり、 6月15日から公的年金支給日である多摩数月の15日に65歳以上の顧客を対象にしたスマイルシニアでお買い物券を発売したり、たくさん食べられない高齢者世帯を考慮した総菜などの少量パックを拡充したりするなど高齢者の需要取り込みも進めている。さらに2014年11月1日からは、 横須賀店が横須賀市とその南の三浦市の計14カ所を回る移動販売を開始し、高齢者を中心とする買い物難民への対応をするなど、地域密着型の営業を強化している。川崎店は土地、建物を売却後も営業を続けていたが、2014年4月9日に、ビル所有者側から定期建物賃貸借、契約期間である2015年5月31日を、 もって、建物の賃貸契約を終了するとの書面による連絡があったため、4月10日に2015年5月31日までで閉店することを急遽発表した当日に閉店。3日後の6月3日から、川崎日光ホテル3階に小型店舗を開設して営業を継承することになった。そのため、川崎市は百貨店が存在しない、 最初の政令指定都市となり、2019年9月30日の伊勢丹相模原天平店により、相模原市が該当するまでは唯一でもあった。閉店後に解体された西賀屋川崎店跡地には、2019年8月8日に、パルコが地上2階建ての低層商業施設、川崎ゼロゲートを開業させた。西賀屋は2021年4月16日に、 AFCHD アムスライフサイエンスとの間で、資本業務提携を締結。同年5月26日に、AFCHD アムスライフサイエンスに対して、第三者割り当て増資が実行され、AFCHD アムスライフサイエンスが保有する株式は、筆頭株主である、浅山忠彦保有分と合算して50.36%となるため、同日付で、 AFCHD アムスライフサイエンスの連結市会社となった。彩海や横須賀店大通り館、岡本風評絵が1872年10月に本町彩海や五福店を開業したのをルーツとするかつての本店である。1928年10月3日、旧大通り館の場所に木骨鉄筋コンクリート作り3階建て約430坪の店舗が完成し、 百貨店化して人気を集めた。1966年7月に株式会社債貨屋の百貨店部門を分割して株式会社横須賀債貨屋を新たに設立し、同社が1969年5月に川崎債貨屋の称号を株式会社債貨屋に変更した法人に9月に九州合併され、その際に川崎店が本店となったため当店は本店でなくなった。 1974年4月に、延べ床面積21,922平方メートルで、売り場面積14,761平方メートルに増床し、1990年3月に、新館を開業して、延べ床面積28,259平方メートルで、売り場面積26,714平方メートルに増床し、10月に、レストラン街や ホールなどの各種サービス施設の入った南館を開業して三館体制に移行するなど規模拡大を重ねた。3店舗の中で最も不審が深刻だったためコストダウンのため2009年3月から閉店時刻を1時間繰り上げて17時半に変更するなどの対応を図っていたが2009年8月中間決算の売上高が約88億円と前年同期比で 約20%ほど減少するなど大きく落ち込んだ。このため経営再検索の一環として、かつての本館だった大通り館を2010年5月11日に閉鎖して新館に売り場の集約が図られ、同月から外省を大幅に縮小して、代わりに外省顧客の来店を促すために6月9日に外省カードを持つ顧客向けのサロンを開設して、 コンシェルジュが店内での買い物をサポートする仕組みを導入するなどの規模の縮小を伴うさらなるコストダウンの取り組みが始まった。その一方で仕事帰りに立ち寄るには閉店が早すぎるなどの顧客の意見に配慮して2010年3月3日から閉店時刻を30分繰り下げて19時に変更するなど集客力の強化も図っている。再検索の一環として 最下や不動産が生産されることになったため、引き続き百貨店の営業を続ける新館と、付属施設として使用し続ける南館、北建を、同社から2010年2月25日に当社が、取得して、自社物件化している。2011年5月27日に、手芸用品店湯沢屋を開店させるなど、テナント導入による、来店客増加と、 収益改善の両立を図る取り組みも進められている。ほか、同月から横須賀店が地元の老人ホームと提携して、ホームが運行する送迎バスに駐車場を無償提供して、老人ホーム入居者の定期的な来店を流す取り組みも進められている。2014年11月1日からは、横須賀市と三浦市の計14カ所を回る移動販売を開始し、 高齢者を中心とする買い物難民への対応をするなど地域密着型の営業を強化している。2021年2月21日をもって横須賀店は閉店。西賀屋では横須賀市内にサテライト店舗を開設する予定だったが横須賀店の建物を活用して営業をスリム化した新店舗西賀屋横須賀ショッピングプラザを開設することになり 同年3月6日に開店した。彩花や饅頭かつて大通り館の地下1階で60年近く製造、販売されていた名物で、小泉純一郎の似顔絵焼き印の入った、純ちゃん饅頭が販売されて一時製造が追いつかない、ほどの人気を誇ったこともある。白青カステラ風の生地で包んだ彩花や饅頭は、製造用の機械が一度解体すると再度組み立てが、 困難な構造のため、大通り間閉店直前の2010年2月9日に閉店して販売が終了した。2012年3月に当店140周年を記念して、同様の機械を保有して製造・販売を続けている平塚駅北口の鶴屋製菓に製造を依頼して、復活させたところ完売するほどの人気を博したため、 その後たま数月の中旬に3日間程度の限定で販売を続けることになっている。大通り館閉鎖の影響と跡地利用閉鎖された大通り館の跡地2547平方メートルは、債価や不動産から一条公務店への売却する契約が成立したことが2010年12月17日に発表された。一条公務店が低層階を商業施設とした。 免震構造の分譲マンションを建設する方向で、検討が進めているとしたため、大通り館が閉鎖した後は平日は1から2割、休日はそれ以上の比率で、周辺商店街の来街者数が減少するなど、閉鎖による影響は大きく受けた地元で、一条公務店による買収を歓迎する意見が多く見られた。しかし、東日本大震災後の原材料費高騰で、 採算が取れないとして、計画中止を決定し、2013年10月19日に、地元の町内会や商店街にその旨を伝えた。そのため、跡地の地権者である法人5社と、個人2人が集まって、会員2014年9月11日に、大滝町一丁目地区再開発協議会を、設立して、横須賀市の支援も受けながら新たな再開発計画の、 策定を目指している。横須賀店閉店と新店舗開設2020年12月18日に閉店予定の西賀や横須賀店の跡地を活用し、2021年春に新店舗をオープンすると発表。同社は2020年5月の横須賀店閉店決定後、閉店後の横須賀地区での営業については、サテライト型店舗の開設を検討していた。 横須賀市内で営業の可能性が高いと見込まれる地域における店舗の開設を想定した上で事業実施の可否を判断するために必要な情報の収集・分析を行っていた。148年間営業していた現店舗の立地にでの営業を望む顧客の声も多く移転せず新店舗を現店舗の立地に開設する。新店舗は 地下1階食料品売り場を強化。1階貸し、催し物スペースを拡充し、2から4階ファッションビジネス、雑貨売り場の再編を行う。規模縮小後に空きフロアとなる5階と6階について、当面の間は横須賀市が借り上げた上で、新型コロナウイルスのワクチン集団接種会場にすることを2021年2月15日に発表した。株式会社最下屋の関連会社の 株式会社藤沢西海屋が藤沢市の藤沢駅北口に1965年4月28日に開店したのが始まりで開店当初は駅の北東側に位置した。この旧店舗は開業初年度の1965年に売り場面積6593平方メートルで売上高約25.4億円を上げて営業日数でも売り場面積でも上回る本店で ある横須賀の売上高約22.9億円を上回り、好調なスタートを切った。1969年9月に、株式会社藤沢彩賀屋が株式会社彩賀屋に、九州合併されて独立した法人での営業に、一旦終止符を打ち、その後1974年9月に、延べ床面積223,742平方メートルで、 売り場面積14,129平方メートルに増床して規模拡大を図っている。地元の根強い反対で高島屋の招致が頓挫した藤沢市が進めていた再開発ビルに1978年6月12日に藤沢駅北口の原店舗を三越との合弁で出店する計画が確定して1978年11月22日に 株式会社藤沢彩加屋が現在の店舗での営業を開始し、藤沢の店舗は再び別法人での営業へ移行するとともに規模拡張を図った。2002年9月1日に株式会社藤沢彩加屋の百貨店部門を株式会社彩加屋に譲り受けさせたため、再び彩加屋藤沢店として営業するようになっている。は2005年7月に株式会社彩加マートへ 九州合併されると同時に称号を株式会社、彩りが開発へ変更した後、2009年2月に株式会社再開会へ九州合併された。事業再生 ADR による再建の申請で自主再建を断念するほど業績が悪化する中でも、当店は黒字を保ち続けるなど、比較的堅調な業績を維持している。 旧店舗跡地の利用1979年9月20日に、丸井藤沢店が開業し、同店地下1階に、食料品専門店の藤沢マーケット店を、地元の要望で開店させるなど旧店舗跡への関与も続けていたが、丸井藤沢店の2006年2月28日の閉店に伴いに3月20日に閉店して、同地での歴史に完全に終止符を打った。 丸い藤沢店の後に8月4日にビッグカメラ、藤沢店が開業している。2008年12月10日から、純駆動藤沢店が7階8階で営業している。町田ジョルナは、西賀屋ブランドの百貨店ではないが、西賀屋が運営する、専門店ビル。元々は土地、建物自体も同社が所有していた1967年11月、百貨店、西賀屋町田店開店。 株式会社川崎再加屋により、町出し店として開業。1976年10月に、専門店ビルへ業態転換しリニューアル。百貨店協会に加盟しており、再加屋の金券なども利用できるが、全国百貨店共通商品券については、2015年2月1日より利用できなくなった。2016年3月4日に、外装。 内装等の改装工事が行われ、リニューアルオープンした。他社への土地、建物上と2014年9月26日に土地と建物を約60億円で株式会社、滝安市と株式会社提携はへ売却し、リースバックして営業を続ける契約を結んだことが発表され、2015年1月30日に正式に譲渡された。 2018年1月31日には、株式会社、滝安氏と株式会社定 k y から、株式会社ユニカが施設を取得した。婦人服、学生服、カタログギフトなどの営業をする、サテライト型店舗として、川崎日光ホテルビルの3階に2015年6月3日に、開業、外省の活動も行う。 2015年5月までの初代川崎店は150メートル南東にあった。1950年から2015年まで存在した店舗、高級店として開業したものの、2000年代に低価格店などを導入し、経営の改善を図っていた。歴史開業から拡大へ1950年11月18日に、株式会社再開やの関連不動産会社として、 設立されていた、株式会社太陽会館が、川崎店の運営会社となるために1955年8月に、株式会社川崎再開へ、称号変更し、1956年4月3日に、鉄骨鉄筋コンクリート作り地下1階地上3階で、延べ床面積4926平方メートルで、売り場面積4021平方メートルの、 百貨店を開業したのが始まりである。1964年11月に、延べ床面積2万1732平方メートルで、売り場面積1万5591平方メートルに増床し、1965年に、売上高約50.7億円を上げて1927年に開業した、地元創業の老舗商品屋の、 約36.0億円や1955年に開業した岡田屋の売上高約23.5億円を大きく上回る地域一番店となる。1973年11月にさらに増床し、延べ床面積33,994平方メートルで売り場面積22,118平方メートルとなる。1964年の増殖により、 サイ屋の中心的な存在となる。というのは、横須賀店の売上高約22.9億円と、藤沢店の売上高約25.4億円ほか2 5合計の売上高をも上回ったためである。1969年9月に、株式会社横須賀サイ屋と、株式会社藤沢サイ屋の2社を合併して、百貨店事業の運営会社を一本化した際に、 当店が本店となった。当店のみを営業していた時代の株式会社川崎彩加屋は1964年8月に東京証券取引所第2部へ株式を上場している。不審から閉店まで JR 川崎駅東口では1986年に地下街の川崎屋ゼリアが開業したのを皮切りに百貨店やシネコンなどとの競争が激化した。 さらに2006年9月に川崎駅西口に大型商業施設であるラゾーナ川崎プラザが開業すると買い物客の流れが西口側に変わり2006年に約210億円あった川崎店の売上高は2015年に約106億円に落ち込んだ開業当初のポスターには川崎で都心のお買い物のコピーが見られる高級店であった 2003年9月、同年8月に閉店した、川崎西部の33ブランドを含む50ブランドを新たに入居させる改装を行い、若い顧客向けの商品の拡充を図ることで、それまでの中高年層中心であった客層を広げることを目指した。専門店の導入も当店から先行して始まり、2010年より洋服の坂前、手芸用品店に湯沢屋、 カルディコーヒーファームなどを導入し、売り上げ高こそ減少したものの来店客の増加や、テナント賃料による収益改善に至った。2011年5月に、川崎商工会議所と共同で、川崎市内の有名な和洋菓子店やパン屋などを集めたセレクト、川崎を一回化障害に開設したり、川崎市内の餃子店で作る川崎餃子保の会が開発した、川崎 餃子味噌も販売したりするなど、川崎の名産品の販売にも注力した。2010年4月末に川崎店の外商が廃止され、6月1日に外商カードを持つ顧客向けのサロンを開設して、コンシェルジュが店内での買い物をサポートする仕組みも導入した。経営再建の一環として、2009年12月9日に約76億円で不動産投資を行う。 mm 投資組合へ売却して、リースバックして、営業を続ける契約を結んだことが発表され、翌年2010年3月19日に正式に譲渡された。そのような中、テナント収入を確保するなど、川崎店単体では黒字化していたため、定期建物賃退借契約の延長を申し入れていたものの、2014年4月9日に、 ビル所有者側から定期建物賃貸借、契約期間である2015年5月31日に建物の賃貸契約を終了するとの通知がなされた。これにより最下屋は4月10日に2015年5月の閉店を発表し、2015年5月31日に閉店した。2015年6月3日以降は、川崎日光ホテル3階に、 婦人服等を扱うサテライト型店舗を開設して営業の一部を継承することになった。川崎店参照。店舗の入っていた建物は、地権者の投資組合が秋から約1年をかけて解体するとしていたが、2015年10月6日に川崎市に解体工事の中断を伝えたことが明らかになった。その後に工事は再開されて解体され、 屋外駐車場としての利用を経て、跡地には、川崎ゼロゲートが建てられた。なお、川崎鶴見臨港バスが、川崎店近くに設置していた、西海山ーや前バス停留所は、地域住民への浸透と解明した場合の経費を、理由に、閉店に際しても、当面変更する予定がないとされ、川崎ゼロゲートオープン後の2020年1月時点でも、その名称が維持されている。 臨港バスは、京急グループのバス事業者であるが、京浜急行電鉄が債化や支援に乗り出す以前から、地元企業として臨港バスに債化や川崎店の車体広告を出していた。フロア、ありがとうございます。